ケン・ノートンことケネス・ハワード・ノートンはアメリカ合衆国の男性プロボクサー。元 WBC 世界ヘビー級王者。イリノイ州ジャクソンビル出身。プロボクシング史上初にして唯一世界タイトルマッチで一度も勝利したことがない世界王者。筋骨隆々とした肉体とハンサムな風貌から俳優として TV ドラマや映画に出演している。また、 ロッキーでアポロクリード役を演じる予定だったが、都合によりカール・ウェザースに変更となった。息子のケンロートン・ジュニアはスーパーボールを3年連続制覇した元、NFL 選手。高校時代、陸上競技とアメリカンフットボールの選手として注目され、北東ミズーリ州立大学へスポーツ小学生として入学する。その後、アメリカ海兵隊に入隊し、 サンディエゴの基地でボクシングと出会う。除隊後、ジョー・フレイジャーのスパーリングパートナーを務めながら、1967年11月14日、プロデビュー。1973年3月31日、カリフォルニア州サンディエゴで、元世界ヘビー級王者モハメド・アリと対戦。戦前は、無謀なマッチメイクと評されていたが、12ラウンド判定勝ちのバンクルワセで、 北米ヘビー級タイトルを獲得。アリは、第 2R に、ノートンのパンチを受けて、顎を骨折し、ノートンは、アリの顎を砕いた男として、名を馳せる。1973年9月10日、モハメドアリとの再戦に臨むも、僅差の12ラウンド判定負け。1974年3月26日、ベネズエラのカラカスで、ジョージ・フォアマンの持つ WBA。 WBC 世界ヘビー級王座に挑戦するが、フォアマンの強打になすすべなくダウンし、2ラウンド小負け。1976年9月28日、ニューヨークのヤンキースタジアムにおいて、モハメドアリの持つ WBA、WBC 世界ヘビー級王座に挑戦。序盤から優位に試合を進め、最終 15R 終了後には、 勝利を確信していたが、ラウンドシステムの判定で0から3の判定負けを喫する。第2戦に続き、この判定結果も、物議を醸した。1977年11月15日、ジミー・ヤングと、世界ヘビー級王座挑戦者決定戦で対戦し、僅差の15ラウンド判定勝ち。1978年3月、この年の2月15日に、 アリとの世界ヘビー級タイトル戦で判定勝ちして、世界ヘビー級王座を獲得したレオン・スピンクスが初、防衛戦で、WBC が指定したノートンとの対戦を拒否して、アリとの再戦を選んだため、スピンクスから王座を剥奪した WBC によって、世界ヘビー級チャンピオンに認定される。1978年6月10日。 ネバダ州ラスベガスのシーザーズパレスで、ラリー・ホームズの挑戦を受け、WBC 王座発防衛戦を行う。試合では15ラウンドを戦い抜いて、判定に持ち込まれ、ジャッジペーパーの結果は0から3と1点差の際どいものとなり、ノートンが敗れて、ホームズに王座を明け渡した。1979年3月23日、アーニー・シェーバースと WBC 世界ヘビー級。 大座長戦車決定戦で対戦1ラウンド小負け。1981年5月11日、ニューヨークでジェリー・クーニーと対戦し1ラウンド小負け引退。1986年、自動車運転中に自損事故を起こし頭蓋骨骨折の重傷を負う。事故前後の数年間の記憶を失い、歩行や発生にハンディキャップを抱える。 2013年9月18日、ネバダ州ラスベガス近郊にて死去。70歳没。1975年にリチャード・フライシャー監督が発表した映画マンディンゴに出演した。ありがとうございます。